皆さんこんにちは、203です。今日はフロントディレイラーをつけて、で、チェーンをつけて前後ディレイラーの最終調整をしていきたいと思います。まあそれで一応、自転車としてはまあ完成という形になると思います。では始めていきましょう。今回フレームがですね、直付けタイプじゃなくてバンド式のフレームになってますんで、今回はバンド式の、フロントディレイラーをつけていきたいと思います。で、ここの角度ですね、この角度は直付けのタイプですと後で調整するのがあるんですけども、こちらはバンドタイプなんで、もう、このチェーンリングと平行に、つけてください。まあ、あんまりバンドタイプ使う人はいないと思うんで参考にはならないとは思うんですけども、一応、このバンドの、締め付けトルクは5から7ニュートンになってます。はい、今取り付けたフロントディレイラーを後ろから、見てるんですけども、ここですね、ここのラインがこの下のチェーンリングとちょうど隠れるように全く同じ角度というかになるように、まっすぐ平行というかに取り付けてください。今、まあ、ここの隙間がですね、まあ、2ミリぐらいの隙間になってますけど、このぐらいの距離を保って取り付けてください。フロントディレイラーにワイヤーを通していくんですけども、まずはこちらですね、ここに蓋がついてるんでこれを外してください。まあ、簡単に外す方法としては、これをちょっとこちら側にずらすと簡単に外れます。まずフロントディレイのケーブルを通すんですけども、こちらですね、こちらの穴からまず通します。ケーブルが通ったらここのネジをまず緩めますね。してからのここの溝ですね、ここを通してください。で、ここを通したらギュッと引っ張って締めていきます。で、気をつける点としてはなく、ここですね、この時がこの金具と、くっついているとか当たっている状態になっていないといけないみたいですね。今当たってこうぴったりくっついている状態になってます。で、その後のインナーケーブルの初期伸びを取ってください。ここで一回初期伸びを取ってからもう一回固定するといいみたいです。で、言い忘れたんですけども、ここに今ネジがあると思うんですけど、これがさらにワイヤーのテンションを張るための、機構がこのネジで行えるようになってます。前のモデルですとワイヤーのところで、もっとこれのフロントディレイラーの前のワイヤーのところで調整するアジャスターがついてたと思うんですけど、今回はそのアジャスターの機能が、フロントディレイラー本体の方についてます。で、それの調整がこのネジになってますんで、このネジは、締め付ける前は、まあ、新品はこう一番出てる状態なんで大丈夫だと思うんですけど、中古とかで買った場合、これ締めこのネジが奥の方に入っているとそれ以上調整ができなくなるんで、ワイヤーを張る前にこれは一番緩い状態というか、このぐらい出てる状態から始めてください。ネジをこう回して締めていくと分かると思うんですけども、さらにこうワイヤーが引っ張られてテンションが張られるように動いていくのが分かると思います。これで調整していく形になりますね。で、さらに調整を進めていくんですけども、新しいフロントディレイラーには、目安となる調整機能みたいなのがついてますんで、それを使って合わせていきます。その目安というのはこちらのこの、線とこの線ですね。この線とこの線が、合うように調整していきます。で、その調整の仕方なんですけども、左のレバーでアウターに大きく入れる形の操作、ここからですねインナーに入れる方のレバーですね、それを
軽くこうトリムする形で押します。このアウターが、1個内側に入った状態ですね。この状態で、調整していきます。で、この位置に合わせたら、ここのネジです。このネジを回して、ここがになるように、ここがですね、ここが一直線になるように回していきます。足りないですね。ちょっとワイヤーの張りが足りなかったんで、もう一回張り直してます。で、またアウターに入れる形で、そして1個戻します。この状態で調整していきます。で、今ですね、貼り直したところで見ると、ここの線が今一直線になりそうな状態になってますんで、これが完全に一直線になるように、ここのネジですね、ここのネジを回して調整していきます。右に回していきます。はい、あ、ちょっと行き過ぎですか。で、今ちょっとネジを回しすぎて行き過ぎちゃったんですけども、その場合はですね、一遍あのローに解除してから、もう一回、アウターに入れて1個戻し、この状態にしてから、もう一回貼り直します。まあ、もうまっすぐですね。これでまっすぐなんで、これでいいと思います。はい、で次にチェーンを貼っていくんですけども、チェーンの、まあ、貼る時のやり方は結構諸説あるんで、ここでは特に正解がないっていうことで、詳しくはやりません。で、チェーンなんですけど、こういう形で文字が入っている方が表側になりますんで、気をつけてください。それではチェーンを通していきます。まずこのチェーンを通して一番最初にやることはですね、チェーンの長さを決めるということですね。なんでこれは今、チェーンの長さを、測るためのチェーンの貼り方というのを今からやります。で、そのチェーンの測り方なんですけども、まずフロントはアウターに通してください、チェーンを。で、リアの方はこういった形で一番大きいギアですね、今回だと 30T なんですけど、一番インナーの、大きいギアに合わせてください。長さなんですけども、今回はミッシングリンクなんで、オス同士のところが基準になります。ピンの場合ですと、このオスとこのメスですね、ここをで1個ちょうどずれてますんで、ここで切るとちょうどいい余裕というか長さになるんですけども、今回は、ミッシングリンクを使うので1個少なく切ることでちょうどいい長さになります。なので、本来ですピンですとここの位置で切るんですけども、実際はここですね、ここで切る形にします。で、ここで切るんで、チェーンカッターを入れて切っていきます。フロントのリレーラーの調整をしていくんですけども、チェーンはまずフロントは、アウターですね。で、リアの方がこちらも一番大きいギアですね、あの軽いギアの方、こちらに入れてまず調整していきます。で、今、フロントのリレーラーなんですけども、一番外側ですね、一番外側から一つトリムしたこの状態、1個内側に入れた状態、こちらで調整していきます。先ほどここが一直線になるように調整した時と同じフロントディレラの位置になります。
調整なんですけども、ここにネジが2つあるんですけど、この右側ですね、この右側のネジを回して、このチェーンとディレイラーの内側の板ですね、ここが当たらないように、まあ0から 0.5 ミリですねの間隔が空くように調整していきます。このチェーンと内側のプレートが当たらない位置に調整します。今当たってないですね。これが当たるとどうなるかというと、こういう形ですね。これが今当たってるんですけども、これで当たってない、このぐらいで OK としましょう。では次にインナー側の調整をしていきたいと思います。まずはレバーでインナーに落としますね。一番内側に落としてください。でリアの、スプロケは一番大きい、そのまま一番軽い状態のままで調整していきます。ちょっと角度を変えました。これで当たるかどうかですね。でこのネジですね、左側のこのネジを調整して、これで離れる。右に回すとチェーン側に近づいていきます。このぐらいで当たってない、ちょっと当たってますね。これで少し離れました。ちょっと離れすぎですね。これで当たらないですね。この状態でこれで内側の、調整も終わりました。フロントディレイラーは基本的にこれで大丈夫ですね。ですね、このケーブルの処理をしていきたいんですけども、説明書通りにやるとちょっとやりにくかったんで、いろいろちょっと試行錯誤した結果、ちょっとやりやすそうな方法があったんで、それでやってみたいと思います。まずはフロントディレイラーをアウターにして、で1つトリムで戻します。この状態だと ここに、通す穴が大きく見えてるんで、ワイヤーが通しやすくなります。でなおかつここに溝があるんですけど、この溝にうまく沿わせやすくなりますので、これでちょっと作業したいと思います。この穴に通していきます。溝があるんですけど、それにうまく通す形にできます。さらにこう後ろ側回していきます。でこの状態でインナーに戻します。こちらのキャップの大きい穴の方ですねにケーブルを通します。でこのキャップを閉めます。でそうするとこういう形でケーブルがこのネジの下を通って裏側を回ってこのキャップの穴が通ってこう出てきます。でここキャップはまった状態になってます。これであとはここのワイヤーを切る形になります。じゃあそれではこれ余ったワイヤーを切っていきたいと思います。ではキャップをつけます。で次はですね、リアディレイラーの微調整をしていきたいと思います。まずやるのはですね、ここのプーリーとこのスプロケのこの距離ですね、この距離、ここの距離を詰めていきます。で詰めすぎると当たっちゃうんで、当たらないぐらいまで詰めて、でチェーンを逆回しした時に、滑らかに回るぐらいのところで調整していきます。
でエンドアジャストボルトの設定なんですけども、まずどのネジでやるかというと、こちらですね、リアディレイラーの後ろ側にあるんですけども、可動範囲の、調整をしたネジの右側ですね、こちらのネジ 2mm の六角で動くんですが、このネジがエンドアジャストボルトの調整ネジになります。で左に回していくと、こうプーリーがスプロケにこう近づいていきますね。こういう形で近づけていきます。あで、スプロケなんですけど、一番大きいギア、一番軽いギアに合わせて、調整しています。で逆回しですね、逆回しした時に滑らかに回るかですね。これは全然滑らかに回ってるんで、もうちょっと攻めてもいいですね。じゃあもうちょっと回してみましょう。もう一度近づけてみましょう。かなり近づきました。これで回してみましょう。全然スムーズに回りますね。このぐらいで OK としましょう。で一番重いギアの方にしてもう確認してみてください。全然問題なく回りますね。順回しも全然大丈夫です。でこれでエンドアジャストボルトの調整は終わりになります。で最後なんですけども、こちらのケーブル調整ボルトってのがありますんで、こちらを使ってチェーンがギアのちょうどいい位置に行くように調整します。で今一番大きいギアに、チェーンがあるんですけど、まずギアをですね、小さい方から2番目ですね、小さい方から2番目、こちらのところですね、ここにギアを持ってきます。はい、今一番小さいギアから2つ目のところに来てます。これで今回すと、このチェーンが右に行ったり左に行ったりするのが分かりますかね。これちょっと分かりますかね。今ギアが変わらないぐらいまでレバーをこう動かしてるんですけども、この状態ですね。まずレバーを触ってない時は当たんないんですけども、レバーを内側に、大きいギアに一つ動かすような形で動かして、ギリギリ変わらないぐらいまで持ってった時に、こうやって当たるのが、今触ってないです。でギア触ってないですね。でちょっと大げさなんですけど、こういう形でギリッするような音がするのが一応いいと思います。これで、組み立てが全部終わりました。シマの R7105 の動画はこれで終わりたいと思います。また次回から違う企画をやっていきますんで、その動画も楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。